なんかアドバイスありますか？なんかやったことあるって方、結構リプとかでなんかそれなんか頼んだとかやったことあるみたいな話もあったので、そう。そう、どうしよう、すごい不安なの 誰かやったことある方いない？なんかぜひ教えてほしい。バットに当てる 言葉では説明難しいよね。元ゲーム店長教えてください。頼りにしてます そう。そうだっけ、昨日もなんか防御率とかそういう話もお父さんとしてました。あ、そうだからスマホのパワープロも入れたんですよ、携帯に。そう、やっぱ難しいよね。でもそう、そうなんです。スイッチないから。そうそう、でもね、やったことはあるんですけど、ほぼないに等しく。パワープロやったことありますって、なんかコツありますか？どうやってやるんだよ、なんか打つのかな、なんか打つんですよね ホームラン打ちたいな ボタン配置だけ覚えれば。ボタン配置教えてほしい旧ゲームでは簡単なの？でもなんかこれを機になんかこういうスイッチのゲームとかもやりだしてみたいなっていう気持ちもある。そう、 YouTube も見たんですけど、でもそのなんだろう、ボタンの説明とかまでは書いてなくて。バッティングセンター？自分がこれやることなら好きだけど。基本操作教えてほしい。ヒット狙いはミート打ちでいいと思う。そう、私動物の森とか、なんかそういうマジ女子みたいな。のしか。ちなみに DS 変にうまいよりいいんじゃないって。でもなんかそうやって思ってくださるのは多分私のファンの方なんですよ イコラブのファンの方はそう思ってくれるかもしれないけど、そう、8割の力で打つといいらしい。え、なんかそのタイミングと同時にボタンを押す、こうやってピュッてやったりするってことかな。なんか言って教えていただけるんですけど、多分 どうしよう。リアルと同じだって、ボールをしっかり見て打つって。なんか4人でみたいな感じで、その編集部の方とあとはプロの方とっていう感じなんですけど。そう、最近決まりました。嬉しかったんだけど、それと同時に不安がすごくて 打つ、投げる、走る、取る。ね、イオリとキャータンはね、一回、まあ、違うソフトだけどやって、ボールにカーソル合わせてタイミングよくボタンを押すだけ。でもね、多分これから私が27日までに知りすぎることはね、きっとないんですよ。そんな人じゃない そんなできる人じゃない うん、不安だから、とりあえず、そう、いおりさんにね、またいろいろ聞くの。
でもよりさんも多分パワープロやったことないか分かんないと思うけど、一応なんか基本操作とか分かるかなって思ってよりさんにちょっと教えてもらうんだけど、もうよりさんだより今はそうよりさんね、スポーツゲームはね多分やんないんだよね、もう絶対はね苦戦しちゃうから。初心者代表ですよマジで、マジで初心者代表、初心者中の初心者。菊池選手が、菊池選手は忍者のようにボールを取ってくださるかな。4人だと2人対2人だろうから大丈夫かな。私が絶対足引っ張るじゃないですか 100%。 リサちゃんとかに聞いたらそうだね動かし方なんかどう検索、なんか YouTube で結構検索してるんですけどいけるぞあんなって、デッドボールダメだよ。カープのためにボールに当てようと思ったら、やっぱカープを思ってやったら。サッカーゲームはなんとかなるけど野球はねって、マジでポジティブ。いやもうねポジティブ、全然ネガティブじゃないんですけど、そうパワープロなんかね、ジャイアンツの選手とかそれこそカープの選手、中崎選手と一岡選手だっけな、そうがされてるのもあって、でも5分ぐらいしかなくてそうどないしようっていう話なんですよ。そうなんです。うん、あでもとりあえずよりさんにちょっと教えてもらって、もうちょっとルールをもっと詳しくなってで楽しんで頑張りたいと思いますそうじゃけん27日は何時だっけ、8時ぐらいだっけな、8時からパワープロ、相手を抑える時は8時からなので、みんなよかったら見てください。よろしくお願いいたします。頑張ります。何人まででさ対戦とかできるんだろう。今回は2対2でやるとしたら、例えば どうなんだろう。スイッチ持ってるみんな。やばいやばい、なんか始まった、カキーンって言った。なんか2対2、人が2対2みたいな、4人が最大ですかできるの。じゃあアンズーで集まってやってスイッチ先週買ったんで、お流星、流星くん
じゃあぜひぜひパワープロやってみてくださいまだやったことない人がおすすめしてるそうでもちゃんと27ちゃんがやってからみんなにおすすめしたいと思います。根拠をねあれしてから、はいっていう感じですね。最大4人で対戦だって。 e スポーツ部パワープロね。でもねすごい楽しみ楽しみ。ゲームはね普通に好きだ好きよ好きだから別にそう楽しみたいと思います。イエイそうでも本当に嬉しい、本当に嬉しいんですよ。やっぱり一人でのこういうのってありがたいので頑張りますどこで見れるの？アンが載せたツイッターに載せた URL から飛んだラインかな？違うかな？違うっけ？視聴はこちらみたいな書いてあるとこかな。実況プレイだって。ああやばいやばい大丈夫かな変なこと言えないねって。あー怖い怖いはい。そしてもう一個また個人的なお仕事の話になるんですけど、あのマヨラボがですね、25時からなんですけど、あの今日の夜ですね25時から最終回なので皆さんに絶対に聞いてほしいなって。あの一回結構前かな、いや結構ではないけどちょっと前にあのショールームであの配信をしながら録音っていうか収録をしたんですけど、あのねあの時ねどうねなんかショールームのコメントと収録とどうしていいか分からず結構グダってでなんか最終回だからって逆になんか気がうってなってすごいねなんかね初期に戻った感じだった。なんかメンバーがやっぱずっと来てくれてたりゲストさんが来てくださっててそうだっけなんかすごいねそうなんですよ緊張になってました。すいません先に言っておくのね多分緊張してると思います。でも最後のアンナの日記だったりでなんかまあファンの方からのそういうメッセージも読んだりしてるので、たくさんの方に聞いていただけたら嬉しいなって思います。そうねでも本当になんか最初アンがマヨラボにのなんだ MC というかレギュラーで初めて自分のラジオをやらせていただく持たせていただいたっていう報告をした時にファンの方がすごい喜んでくださったり、なんか自分もトーク全然自信ないしなのにいいのかなってすごい思ったし、でもやっぱリーダーとして喋ることが多いからそこのトーク力もめっちゃ大事だしで、なんだろうあんまりイコラブのメンバーがラジオで MC でっていうのはやったことがなかったので、少しでもなんかイコラブのあれが広がるといいなとも思ったし、すごいなんだろうすごい本当に嬉しくて、
そうだからすごい、そうファンの方に嬉しい報告をアンはできたのが本当に嬉しかったです。で多分今までよりなんかもっと素がどんどんいろんなメンバーが来てくれるごとに、なんだろう、あのアンナのことがいろいろ暴露されたりアンの脳みその感じがバレてたりいろいろしたんですけど、そうなんですけど、でもすごい楽しかったし、谷川さんもあともう周りのスタッフさんとかプロデューサーさんとか本当に優しくて、めっちゃ優しくて外でもすごい笑ってくださったり、すごい本当に優しいんですよマジで。谷川さんが優しいのはもう皆さん聞いてるからすごいわかると思うんですけど、外にいるスタッフさんがめっちゃ優しくて、本当にそう本当にやりやすい環境で、本当にホームな環境で収録ずっとさせていただいてて、そうあの谷川さん、あのこのアンのマヨラボの前に谷川さんとラジオをさせていただいた、その時はメンバーが3人ずつでさせていただいたラジオがあったんですけど、ね、その時にお世話になってたプロデューサーさんなんですけど、プロデューサーさん、うん、なんですけど、そのスタッフさんなんですけど、で今回もマヨラボをやらせていただいてて、すごい本当に優しくて、で私がなんか言っちゃったりいろいろしても、谷川さんがすごくフォローしてくださったり、そう過保護に育ててくださり本当に本当に本当にね、周りの方にたくさん支えられました。そう毎回投稿、皆さんのハッシュタグマヨラボのツイート見てて、そうすごいみんながねいっぱいツイートしてくれてるのが嬉しいし、でもやっぱなんかこの草がみんなツイートしてる時に、なんかラジオの実況をしてる時のツイートでめっちゃ草がいつもより皆さん多いなってすごく思いました、はい、メールもねいっぱい送ってくれて、そう本当に全部は読めなかったですけど、すごいなんか愛のあるいじりをたくさんファンの方にもしていただきましたね。本当に本当に大草原が多かったですね。まあでも結構身内ネタなラジオになってしまっているっていうのはすごく分かってるんですけど、もっともっと本当は外の方にも向けて発信できるようなラジオを作れるように私もなったらいいなとも思って、そうね、まあゲストが基本身内だったので、最初だけ私ゲストを扱いして、最後もう途中もうそのオープニングだけね、誰々さんが来てくださいましたってあのメンバーをゲスト扱いし、そこから全くゲスト扱いをしない私の MC でしたけどそうでも本当に本当にアンナの日記も定番となり、すごい嬉しかったです。またね、いろんなトークとかラジオとかに私も呼んでいただけるように、もっともっとネタをいっぱい用意して頑張りたいと思います。そうなんですよね、あの全メンバー全員を呼ぶことがそう最後そうできなかってすごくあれなんですけど、でもちゃんとネタダメはあのこのラジオをきっかけに
そう書いたりいろいろめっちゃ考えるっていう考えるっていう空間、違うなんだっけなんだっけ、なんか日常みたいなやつなんだっけ、なんだっけ、なんだっけ、言葉がわからない日本語が出た、そう習慣空間じゃなくって習慣そう習慣が私もできたので、ちゃんとこれいろんなお仕事に多分役立つと思うので、ちゃんとネタストックを習慣づけてこれからも頑張っていきたいと思いますやばい、ここでもなんか変なこと言っちゃった、空間の習慣が出てこなかった、やばい、はい、そう本当に場を用意してくださることに感謝で、じゃあ習慣はまでどうする、はい、初見さんありがとうございます。今日25時から山本アナの真夜中ラボラストなので聞いてください、はいでも毎週6台本が来て、自分のアンナの日記は自分で何話そうって考えて、そうなんかすごい脳みそが回ってる感じがして、すごいなんかやりがいがあったというか、そうなんかやっぱ自分しかいないから責任は全部自分だしっていう、やんなきゃっていうのがすごい、メンバーにも頼れないし自分だから、そうなんかそういう気持ちっていうか責任というか、そういうのがたくさん、そういうのもなんかすごい勉強になったかなって思います。こんばんは。収録はねすごい楽しかったです。なんか本当にねホームなんですよ、めっちゃ。なんかイコラジとかもめっちゃホームなんですけど、ラジオでまあメンバーでやってるラジオだから、そうイコラジもね本当にもう本当に2年近いので、本当にありがたい。撮り直しとかあったかな。まあでも逆に間違えたらもうそのまま笑って感じとかもそう含めて結構行ったりしてたかな。でもねイコラジは本当にこのなんだっけな、ま、結構ね前もこの前もねなんか話したんですけど、本当になんかどの3人でやっても毎回楽しくて、そうどの3人でも本当に楽しくない3人なんかないレベルに本当にね楽しくて、そうなんかどのメンバーが集まっても本当に楽しくて何回言うねんってな。そうでもなんか企画とかもすごい考えてくださってて、そういうのが面白かったし、面白かったしじゃない、これは終わらんわ、イコラジはまだ終わらない、そうなんですよ面白くて、そうなんですよ。で冒頭のそう茶番ドラマもめっちゃあれ爆笑、もう笑いこらえるのに毎回必死なんですよ。そう。というわけでね、イコラジもね、本当にね、てか、イコラジが一番メンバーの素が出てると思う。し、イコラジのスタッフさんも、本当に、メンバーのことをすごく一人一人がどういう子かっていうのを結構もう2年間近くやってきてくださってて分かってくださってるので、もうすごく好き勝手に言い方悪いけどでも本当になんかすごいやりやすくやらせていただいてます。なんかふざけちゃってる、わざとっていうかそうでもなんかそういうのですね。そう20イコラじゃ26時なので
超 A&G プラスで、そうちょっとね夜がもっとマヨラボよりもっと遅いんですけど、1時間遅くてちょっとあれなんですけど、そうでもねイコラジとかマヨラボとかやっぱ深夜のねこうやってラジオを聞いてくださってたり毎回見てくださってたり聞いてくださってる方は本当にね、ちゃん本当にイコラブをねなんだろうたくさん知ってくださってる方だろうなってすごい思うし、そうすごいイコラブに対して熱い思いを持ってくださってる方だと思うので、もっともっとたくさんの方に聞いていただけるようにね私たちも頑張ります。でもラジオってねやっぱ表情がないからこそ難しいし、 手とかでさこれがって言えないから本当に難しいなっていうのはね感じますね。より配信から飛んできました、飛んできたのよ。よいさん終わったの、そっか、そうイコラじゃ映像があるんだよね。そうだそう、マヨラブは話だけなのでなんかこれがって言いたいんですけどね、なかなかね難しいからねそれはねマヨラブは私服で収録してますね。そう、ほんと語彙力との戦いですね。語彙力ついたかな、絶対ついてないついてないけど今日ね絶対に聞いてほしい。ラジオを始めて一番変わったことは自分の中でラジオのためにネタをネタネタ言ってるけど、なんかこれ話そうかなとかそういうのを日常的に考えるようになったし、やっぱり一人でやらせてもらってるからそれはなんだろう自分だけだけど、やっぱ私にはイコールラブっていうのが後ろにあるからそれは全員だけどね、なんかそれを傷つけちゃいけないなっていう、なんだろうな一人仕事の時って毎回それ思うんですけど、イコールラブのっていうなんだグループにいるから呼んでいただいてるお仕事なので、全てなんだろうそのグループとしてのちゃんとその意識というか、なんだろうなんかうんなんかそういうなんだろうところは気持ち的にはやっぱ一人ってなるとそれそうかなと思います。多分それは全員そう、イコラブはイコラブはっていうかどこのアイドルさんもみんなそうだと思うけど、うん本当に今回のパワプロさんもそうだし、全部イコールラブがないとできてないことなのでねA 型かって、 A 型なんですけどそうなんかそんなに一人仕事をめっちゃめっちゃもうみんなにもうこれもこれもっていっぱい伝えられる人間ではないので、その一個一個は大事にしなきゃいけないから、うんですかねでラグーナで初めてイコラブ見たってね、ラグーナで見てくださってる方多くて嬉しい。村藤さんありがとうございます。一人の仕事でイコラブの名前は広がる、うんそう多分一人ぐらいにはね知ってもらえれるからプラスでイコラブのことを知らない方に、だからうん
ねみいてチラオルさん、そう、アンアンは多分アンのファンの方はアンがお仕事決まったよっていう報告を待ってくれてると信じてるっていうか思ってるので、思ってるとて思ってるので、なんかアンがファンの方にお返しできるものはそういうところなのでそう、形としてちゃんと返ししなきゃいけないので、はい。だって普通さ、他人のさ嬉しいことでさこんなにさ喜んでくれるさ優しい方さこんなにいないよ。いやでもまあ自分も確かに推しメンが嬉しかったら嬉しいから、そうか、でもそうだからそうそうなんですよもう何言ってるか分かんなくなっちゃった気づいたら毎回実況してたって。嬉しい、本当に見てるよ。うん、あと10分な、やば。あんな夢こんな夢いっぱいあるけどそれがあるからオタやってるってあんちゃんの嬉しいが嬉しいって、それが嬉しい。あんはアンが嬉しいって言ってくれたことをファンの方が嬉しいって言ってくれてるのを聞いてはもう嬉しい。あー嬉しいの相乗効果幸せかよ、うちら幸せかよ。ルターさん、今日のクリアレンの完封と同じくらい嬉しいクリ投資ハッピーな集まり、イエーイ、ハッピーだからハッピー山の頂おじさん、おじいさんって書いてあった、おじさんじゃなかったなんかなんでそうしそうやね、ラブユーって感じですね愛が勝つ、夢がハッピーエンアンアンアンお仕事頑張れる、そんなに言ってくれるの。明日も頑張ってね、みんな、みんな明日も、明日は水曜日よ、だけあ水曜日じゃけさめっちゃさ真ん中じゃんか、水木ってさなんか月か、うん、なんかなんか週末明け頑張った、あ水木まだまだ先は長いぞみたいな、で金曜日あ今日で終わるっていう、この水木とか一番ちょっとね辛い日ですよね。なんかアンはもう今は学生とかじゃないけ、なんかずっと同じ時間に起きて同じことを毎日やってないんでしょうね。そりゃそうか、毎日違うことをやってるんですよ。だけど結構こう会社に勤めてる方だったりこう学校の方とかはね、なんかもう毎日ね授業をやってみたいな、すごい嫌だと思うし、多分水曜日って明日は一番長く感じちゃったり、なんか明日今日終わってもあと2日もあるしとか思っちゃうかもしれないけど、そうアンナはちょっと予備感覚ないんですけどそうなんですけど、そうですね、頑張ってください適当適当じゃないよ、気持ちこもっとるけ。そうそうそう、スイスイ帰ろう、水曜日ですパープロティヌちゃんじゃんなんでやねん
そうそう、スイスイって水曜日も頑張ってください水泳、はい、水金地下木土天カープ、はい、そうですねはい、アイドルって楽しい、転職おすすめ、うん、おすすめおすすめはい、まあ週の真ん中で皆さんしんどいと思いますけど、何か楽しみを見つけて頑張りましょう。私もね、いつも何かこれが楽しみだなってすごい見つけて、そう、まあ1週間にさ1個ぐらい楽しみなことみんなもあるっしょ、ない？じゃあないって方は明日の夜のアナのショールームを待っててくれたらハッピーです嬉しいんですけど、そう、アンも今は楽しみがあるから、パワープロも不安やけど楽しみだし、そう、楽しみがもあるし、先のこと言っちゃえば、うん、ライブとかもめっちゃ楽しみだし、しかも握手会あるし、今週は、そう、なのでさ、みんな頑張りましょう。なんかアンはまあ頑張るというか、頑張る、頑張る、うん、楽しもう、うん、楽しむぞ、えいえい、おお仕事頑張ってみんな、そう、定期あるよ、定期、定期ちゃんが7月あるみたい、7月だっけ、7月だっけじゃない、7月何日だっけ、はい、ちゃんと不定期公演じゃなくて定期公演に戻りましたんでね、みんなが7月5日、7号ですね、当たるようにパワーをアンがあげますそう、あのファンクラブの方限定なんですけど、ファンクラブ多分今入ってくださったら、あのノイミーちゃんとの合同コンサートとかの受付も今ファンクラブは始まってるので、ぜひレッツゴー無理やり相対していくぜ、でやば、ジェニーさんマンジーだって、やっぱ押せるマンジーはい、ですから、ですからですからじゃない、ですので、はい、お待ちしてますということで、ランキングを読みたいと思うよ。あと4分なので、はい、あ、やばい、ならないんですけど、13位ザン12位宮城のタカさん、11位ちゃちゃまるさん、10位なんちゃろうじさん、9位デルファイさん、8位マッサンくん、7位ちゃんくまさん、6位いどこんさん、5位高市さん、4位香港の KK さん、3位セイタ、2位ケンプチさん、1位サシナユイさんです。ありがとうございます。最近リズミカルに読んだよし、今からですね、私はマイファーザーと電話をして、野球の特訓を、まだちょっとツーシームとか私ちょっとまだ理解できてないんでわいわい今から勉強したいと思います。頑張ります、えいえい、おー、ランダム3人、1人目リンゴさん、2人目イコール大輝、3人目ポチチュンチュン、チュンチュン音符さんです。ありがとうございます、ありがとうございます。てってれー、あと2分でございます、2分でございます、はぁはぁ共に進もう、ワン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 
共に戦おう、わーわーわー、一人じゃ何もできないけど嵐を晴れんだって変えられる。じゃんけんします。せーの、じゃんけんじゃんけんじゃんけんパン。はい、じゃああと2分あるので最後コメント見ます。2分かわいいね、お疲れ様、配信ありサダでございます。癖強いわ。2分現場行ったら、グーパーグーパー全部話したっけ。うん、多分話した。チェキ負けた。うん、うー、負くな。負け負け負け。おやすみワンワン、おやすみなさい、元気でよかった。負けた、あと1分だよ。最近ずっとパーじゃない、わら、わからん。おやすみなさい、あんちゃん自慢の牛、ありがとうありがとう。ラジオ聞くよ、聞いてね。あ、やばい、ラジオの告知してない。ゆっくりやろうと。お疲れ様でした。名古屋行くからね。ありがたきわき。そこ読むか。早口や。パワープロ楽しみ。バイバイみんな。おやすみ。あと30秒。マヨラボまでゲームしてる。キス顔、せえへんで。また来るね。また来てね。おやすみ、おやすみ、おやすみ。勉強頑張れ。うん、頑張る。マヨラボ、マヨラボ、聞いてね。25時から。バイバイ。おやすみ、おやすみ、おやすみ。べーい。おやすみ、ちか。バイバイ。なう。おやすみなさい。またね。来月は岸が行くね。ありがとう。おやすみ、おやすみ。パワープロやってくる。おう。バイバイ。また明日。にゃー。にゃー。